今日は山口県の豊田湖というところで、下関マルシェのイベントにやってきております。さて、準備が終わりましたので、豊田湖のね、この世にも珍しいこのステージを皆さんに見ていただこうと思います。空洞になってまして、普通ね、背中は壁になるはずなんですけど、空洞になってて、でバックは湖というね、絶景ステージになっておりますので、行ってみましょう。すごいでしょ、このドーム型のステージになってまして、ちょっと下ね、私の、そしてここからです。ドーン、この豊田湖の湖が広がっています。綺麗です。雲一つない空も今日は気持ちいいです。雲あったキーを間違えて一つ高くしてしまいました。血管が切れる。皆様、今日も最後までありがとうございました。引き続きこのイベントをお楽しみください。池畑克明でした。ありがとうございます。無事にステージも終わりまして、今からは美味しいキッチンカーの出店でいろんな食事を吟味しながら、今日の美味しい食事をいただきたいと思います。行ってきます。今日はね、キッチンカーだいたい15台ぐらいかな、来てますね。クレープ、たこ焼き、うわー、どれも美味しそうだよね。ここはなんだ。お、いらっしゃいませ。ちょっと待って待って、いらっしゃいませ。すごい、無添加着色料一切不要。え、美味しそう。いいですか、いただいて。はい、もちろんです。どちらにされますか。え、これ容器、これですか。これです。どうですか。え、缶とかカップじゃなくて袋。いや、そうなんですよ。今すぐ捨てれるようにとかっていうのも意識してて、すごい、形がちょっと爽やかになるので透明のパックにしてます。しかも自家製。そうなんですよ。ジンジャーエールって自家製で作れるんですね。いや、そうなんですよ。すごいすごいすごい。あそこにいる亭主さんが作っていただいてます。調合は亭主さん。どうも。もう速攻目に止まりました。なんだこれと思って。ミュージックバーで作られてるので、ぜひ音楽されに来てください。すごいすごい。じゃあ、速攻ジンジャーエールお願いします。はい、ありがとうございます。お作りします。すごい。まずこの容器見て、これすごい、ハートよ。しかもストロー。え、これストローどっから刺すんですか。ストローは少しパウチを開けて、開けて、はい、分かりました。皆さんご準備しました。はい、ありがとうございます。こちらにちょっと開けていただいて、刺してから飲んでいただければ。はい、はい、ありがとうございます。そのままポイント捨てていただいて大丈夫なので。すごいエコですね。はい、エコですね。ありがとうございます。はい、すいません。いただきます。本当素敵なライブでした。はい、ありがとうございます。はい、またお願いします。はい、ありがとうございます。イエーイ、ゲットしました。ボン、じゃーん、自家製ジンジャーエール。無事にライブ終わりましたので、まずは喉が渇いたのでジンジャーエール飲んでみたいと思います。すごくない、これ袋振るんだよ。1、2、3って振って、
で刺します。でいただきます。うまっ相変わらずの 食レポ。うまい。なんかね、体にいい味がする。濃厚だけど優しいジンジャーエール。カットしようか。なんでこんな食レポがうまくいかんかな。ジンジャーエール。次は食べ物探してみたいと思います。美味しそうなね、キッチンカーいっぱい来てるからね、行ってみましょう。レッツゴー。ピン。すごいね、たけのこご飯、バナナジュース、いっぱいあるね。あ、カレー屋さん。え、だしカレー、え、気になる。だしカレーだって。だし汁のカレーってことかな。すいません。はい、こんにちは。カレー一つお願いします。カレー一つね、はい、はい、ありがとうございます。これだしカレーっていうのは普通のカレーと全然違うんですか？出汁で。そうですね、あの基本のベースになるスープを重視したカレーになります。すごい、初めて聞いた、出汁カレー。はい、わあ、美味しそう。ありがとうございます。はい、おいくらでしょうか？はい、500円になります。安い。じゃあありがとうございます。いただきます。はい、出汁カレー。出汁カレーだって。じゃあ早速食べてみたいと思います。さあ、今日の食レポはどうなのか、率直にいきます。あっすごい、あのね、だしの味はすごいする。うまい。普通のカレーよりなんて言うんだろう、まあ、和風だね。あの和風の和のカレー、どう言ったらいいんだろう。食レポ下手だな俺。和風の優しい味のなんかこうカレー食べてるけど、なんかこう味噌汁食べてるみたいな感じ。日本のこうだしの味がすごく効いてる。皆様、なんとですね、主催者の方から今日お疲れということで、僕がカレーを食べていたらドン、蜂蜜ジェラートを差し入れでいただいちゃいました。しかもシナモン入りです。ということで早速見て、蜂蜜のクッキー、蜂蜜ジェラート、食レポいきますよ。濃厚、どういった濃厚で、ソフトクリームとジェラートの違いわかる？みんな、これはソフトクリームのように見えるけど、味はまさにジェラート。ソフトクリームじゃなくてジェラートの味がする。うまい。さあ、いよいよイベントも間もなく終了の時間になってきました。もうちょっと食べれそうなので、ちょっとデザートを一つ。これクレープってさ、みんな大好きだよね絶対ね。美味しそう。いらっしゃいませ。クレープ一ついただいてもいいですか？はい、ありがとうございます。すごい、今日オープンです。今日オープン、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。すご
美味しそう。じゃあ、はい、抹茶。抹茶で、抹茶が、はい、抹茶の生地に抹茶のホイップだけのやつと、はい、おすすめはこれです。抹茶白玉小豆。すご、これで。これでありがとうございます。なんか顔がそっくりな気がするんですけど、はい、姉妹ですか？当たりです。似てる似てる、すごい似てるような気がします。今日初出店のイベントはどうでしたか？たくさん売れました？すごい、でも行列ができてますね。ありがたいですね。ね。一番最後に行こうと思ってました。本当ですか？デザートで。回りました。結構回りました。でも明日今日行ってないとこは食べて。そっかそっか。お待たせしました。美味しそう。ありがとうございます。では、はい、いただきます。ありがとうございます。どうも。すごい美味しそう。デザートはクレープを買っちゃいました。食べすぎてね。カレー食べて、アイス食べて。たこ焼きとブリトーも食べたの、差し入れでもらったやつ。食べ過ぎだけども、デザートいただきます。抹茶うまい。抹茶だ、和風うまっ。締めのクレープも食べたし、今日も最高な一日でした。この野外イベントではこういういろんな楽しみ方ができるからいいよね。明日も頑張ります。今日も無事にライブを終えてですね、ライブ後の醍醐味は美味しい食事とお酒もありですけども、ドン！源泉かけ流し温泉、ドドドドン、お福温泉にやってまいりました。ここは山口県のね、道の駅と天然のその温泉が、合体したような道の駅になっております。今日のライブをね、まあ、疲れてはませんけど、お疲れ温泉ということで行ってきたいと思います。行ってきます。無事に上がりました。いや、行き帰りますね温泉は、源泉かけ流しの温泉入って行き帰りましたので、今からホテルに帰りたいと思います。明日のイベントも頑張るぞ。おお、いやー、お湯も良かったし、このタオルの吸水性もいいしね。あ、自分のグッズか。失礼しました。ちょっと PR 入れさせてもらいました。じゃあまた明日も頑張ります。今日は2日目ということで、ちょっと天気は昨日ほど良くないですが、お昼から晴れる予定なので準備したいと思います。まずライブ前の朝ごはんにくむくむサンドをゲットしました。食べまくっておりますよ昨日から。いただきます。うまっ。ミートホールが美味しいです。シンドロあなたとの恋はいつも引き算で
崎でした。ライブも終わりました。今日も盛り上がっていい天気で最高だったです。ということで、ここ豊田湖にはですね、みんなの夢のアイテム、どこでもドアがあるということで、今日は車じゃなくてどこでもドアで家まで帰りたいと思います。じゃあ皆さん今日もありがとうございました。じゃあみんなまた YouTube 見てくださいね。今日もありがとうございました。じゃあ帰ります。